ゲーム動画に移行です。ちょっとだけ、ですね、黒猫のウィズやっていこうと思います。まず、11回クイズですね。ウーパールーパー。見たことある景色ですね。あ、ワイキキだ。しまった。いただけません。この結果は。お、イベントがあって、1日1回無料になってますね。セレクションガチャ。優しさとぬるま湯を履き違える。俺たち執行士に入る。誰も。おうおう、いいですね。プラス10についてます。死ぬ気で戦う。っていうのを選べるんですね。音楽が。なんだこの。この合いの手はたくさん入れてやってるから。果たして相性がチキンチャーハンを持ってチキンチャーハン壁の溝自由っていうかさ、その地獄36河川とかっての本当に悪い連中なわけ。やってることもリンゴ盗んだってくらいだし、なんかいまいち倒さなきゃって気になれないっていうかさ。確かに。名前に地獄なんてつけないんじゃないですか。確かに。あんたの技名言うてみ。イマジネイティブロックオン、ガトリンチャンバーヘルファイヤー。いいですね。ほら、ナースは。司ったら神ではなか。どうせ戦うなら大悪党がいいな。困っている人がいたらとにかく助け。誓った覚えないし。良いではないか、リエよ。お主とて地獄三十六河川と。そうね、前回みたいに変なとこで冷や汗かくのはごめん。助けてください。誰？あの何だろう。いきなり話のこと。で、あんた一体誰に追われ。わわ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 。素直に食う。ちょっとそれ骨だな。ついに追いついた。何やつ。俺たちは地獄三十六カ星。命を救うため。イベントクエストをやるのか。魔力はいらないんですね。ボス属性は青なんで。これかな。黄色の戦士たちが戦います。
中に何だ。全然大したことない連中ね。覚悟しなさい。徹底的に破ってあげる。言わずの肝をむさぼるは我が気の影なる魔が現し。心強き者には通じぬ類の現実よ。いくら身を鍛えようと心を鍛えねば意味がない。潰した肝に銘じておくのだな。打たれます。なんだてめえら、強えじゃねえか。一体何者だ。ふっ、巷で噂の憎いやつ、魔豪さん鉄血とは我らのこと。なに、侍があの国から前代未聞の懸賞金をかけられた指名手配中の大ヤキター様だった。ご丁寧な説明はやめなさい。そうと聞いちゃ黙ってられないぜ。あいつらを倒して懸賞金をゲットするならこの俺たち。ここからバトルスタートですね。乱暴じゃない、ガキジャイカだ。どうした、グヘヘ。捕まえたぜ。乱闘の隙に本来の目的を果たすなんて、俺はなんてクールな野郎なんだぜ。しまった。ちょ、ほら、待ちなさい、あんた。さらばだぜ。ブーメランヘイロー。誰？じゃあおちおち酒も飲んでられないよ。続き行こうぜ。てめえ何者だ。私はトゥーラ。どこにでもいる流れの女神さ。どこにでもいるとは。どこにでもいてたまるか、そんなもん。さあボス戦です。
あー消してしまった。去っても貸せ。騒がせちまったね、親父さん。迷惑料だ、取っときな。お客さん、こいつはザギン。その格好、流行ってんの。それで、一体何が。そこらし。助けていただいてありがとうございます。私、シャティって言います。あいつらに捕まっていたんですけど、隙をついてどうにか逃げ出すことができて。でももうダメ、お家に帰りたい。垂れた。ちょっとちょっと疲れただけみたいですね。ドバッとな。不憫なものよ、なぜかようなやつばらに追われておるのか。ゾバゾバっとな。家に返してあげたいけど、あいつらが諦めない限りまたさらわれちゃいそうね。確かに。火を見てせざるはブレイブです。ここは一つ地獄三十六火星をとっちめてやりましょう。ペチンってね、こうね、ペチペチンってね。それしかないか。まあ、人さらいなんてするくらいだから、どうせ悪い連中なのは確定だし、名を上げるにもいいかもね。見知らぬ少女のため巨悪に戦いを挑むか。気に入ったよ。私も手伝ってやろうじゃないか。いいの？さあ、私は地上を守るために天から降臨した女神だからね。なるほど。という建前を利用して面白そうな揉め事に首を突っ込むのが趣味なんです。さ、そうか。世も末、メイクの命を受けた。下もあるんですね。明日違うのか。中級対決、下道大臣。え、赤の葉、赤だよな。黄色が強いな。え、黄色が強いのは赤だったと思うが、いまいち見えない。なので黄色と赤が混じってて、黒とか強すぎるだろう。さて問題は、地獄三十六火線の視界がどこにおるかだが。シャティが捕まってたって。ごめんなさい、逃げるのに必死で。城といえば、あうわー、ものすデスも集う城か。次はデスもふりして乗り込みましょうぞ。ゾゾナル、私は外でこの子を守ってるよ。女神が流れの女神とか言ってる時点で呼吸も何もないんじゃない。もう始まるのかな。待ちな、この城にはゲスしか入れねえぜ。ドバドバドバ、ここかい。ゲスパーティーの会場は。ダメダメダメ、どんなゲスがおるか楽しみじゃの。てめえら、なかなか。失礼し、なんだてめえ。失礼します。ひょっとしてゲスじゃねえんじゃねえのか。あたしは弱い者いじめが大好きな悪い女だよ。おっと、こいつはかなりのゲスだぜ。もうあるゲスは爪を隠すってか。よし、倒れ。話が早くてよかった。
スカってすごいな。うわこれはゲスだ。奥様、タクの主人。うわマジでゲスばっかだわ。うわパパ、そんだけ楽しそうにしといて。そういうお主だ。良いことを聞いた。主催の下道大臣ゲスタイガーが奥の部屋で休んでおるそうだ。その辺の雑魚から話を聞くより。ゲスじゃねえな。本当は気高い魂を持っているのにファッションでゲスを気取ってるって。あややのりゃん、やっぱプロの目はごまかせませんね。プロってなんじゃい。バレてしまっては仕方がない。強行突破じゃ。さあバトル。わかりやすかった。侵入。あんたが下道大臣ゲスタイガー？いいよね。どうせ。いかにも。様らのせいで。可能悪義。この恨み晴らさ。先生お願いします。どーれ。お、何あの女、とんでもない魔力よ。あとあの後ろの骸骨何。おそらく幻獣。斧が魔力を具現化し自立させたものだ。類まれなる使い手たる証、心せよ。どうした。ああもうこんなに散らかしてダメですよ。パーティーだからってハメ外しすぎたら。すいません、ここ髪じゃなくて何って掃除ですよ。スイーパー。私掃除やって言ったじゃないですか。マジで文字通り系キューとかそういうあれじゃないの。どうやら当てが外れたみたいね。観念しなさい。ゲスタイガー。なんと貴様自身が河川であったか。暗黒挑戦術ゲスフィールド、うん、あれみたいな魔法空間みたいなもんか。そば？わこのゲスフィールドはそんなゲスのための空間、通行など。こら、これぞゲ
スの戦労働を極めしゲスが研いでるんです。何？あれ、重さがなくなった。我が戦術が。迂闊でした。外道大臣ゲスタイガー、まさかあなたがそんなゲスであったとは。名前、私はメイフ、掃除屋メイフ。旅の掃除屋とは容姿のぶ仮の姿、世のゴミを掃除することこそが真のなりわい。マジそういうあれではあるか。外道大臣ゲスタイガー、あなたもきれいにして差し上げます。さあボス戦です。我が輩外道大臣ゲスタイガー。仕方がない。あれ、その辺のゲスを。このゲーゲスめ。そうかな。あ、また捕まえそう。上級ですね。はい、というわけで、よくわからないですがストーリーを行ってみました。ご視聴いただきありがとうございました。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。クイズ黒猫のウィズで始めていきたいと思います。ということでフリーバトルですね、中心に
やっていきたいと思います。フリーバトル2回、ランキング1回ずつかな、 2セットぐらいやりたいと思います。ブーストしますね。ワンジャンパイに。もう虫を行く。あ、でもクイズやりたいだけですからね。結構やられてます。あれ。アシストがいいんですよね。うん、最下位。経験値も稼ぎます。お、たくさんありますね今回は。波及だけど、これ敵になんだろう、複数 の、 あの要素を持っているんで分かりにくいんですよね。どっちだろう。受付中になっているまま動きがない。一度落ちましょう。紫ってあんまりないよな。そう、紫のデッキって組んだことないですね。ちょっとデッキを組み直しましょう。デッキ編成、あ、3つしかないのか。紫属性って別に差し替わるわけじゃないんですね。副属性っていうのがあるんだ。そうすると副属性に入れられる属性って結構少なくて、この辺ぐらいなんですよね。これはいけません。強化合成しないといけない。つまり
74まで上がった。まだ行きます。まだまだ行くよ。になりましたね。まだまだ進化できないってことです。この辺はまだ進化のカードがいるみたいです。行きましょう。あれ？なんだ？ああ、そういうことか。赤の属性しないといけないんだ。開けません。どうしたものか。どこだろう。あ、岩津線か。そうだ、映画も見たんだな、阪急電車。した。まあ黄色よりはマシですけどね。みんなすごいな、レベル900とか。
ちょっとだ。え、なんか勝手に死にましたね。またレベル上がった。あ、倒せない。すごい。よかった。順位が8位。ちょっと緊張するな。うわ、分からなかった。もう一回。え、今の何だったんだ。クラスのみんなには内緒だよ。本当は怖かったんだけど。さあ、順位が上がりません。みんなで協力してやっつけちゃおう。少女の力見せちゃうね。さあ、苦手は形成問題。あ、間違えた。押すとこを間違えたな。順位がダウン。低迷しすぎてます。ちょっと緊張するな。まあ、それでも12位ですね。ランクがどんどん落ちていきます。悲しい。シーン発給ってなんかすごそう。赤かな。これいきましょう。
さあ問題、正解か。一瞬高校語ボタンと迷いました。ないですね。アタックっていう字もあるんですね。これでも上がります。レベルは高いですね。最後はトーナメント、バランス型ですね。これでいってみましょう。さあ、やっておきゃう、つやう。パスなんかできるんですね。トッピングだ。低迷します。まあ頑張りましょう。青クリップチェーン攻撃、あーっと、ちょっと倒せない。強かった。ラブ。またですね、ライブ配信やりたいですね。わ、最下位に落ちた。厳しいです。そうか、青が一人しかいないのか。まあ倒しましたけどね、1回で3人抜き。フォースバトル、マイナス3、
1だ。うわー、すごい混乱する問題が多いな。わ、倒せなかったし、おまけに。よ、うって。これまた順位がダウン。倒しました。結局12位伸びず。そしてランクダウン。ということで、135までレベル上げましたね、これで。一方、ミッションなんかクリア。お金を手に入れた。イベントミッションは一発受け取り。ということで、イベントも受け取った。というわけで、結構、協力バトル及びトーナメントを行ってみました。シオニコンウィズクイズ楽しいので、ぜひやってみてください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。